こんにちは、ミルクティー飲みたいです。今日のお話は先に言っておくと、僕自身あまり詳しくね、分かっていないということと、そのほぼ全てのね、情報がまだね、未知数であるということを前提に聞いていただけるとありがたいと思います。では一体何のお話をするのかというとですね、今、謎の秘密結社みたいなものがですね、都内で活動しているというのと、それがかなりね、その活動が謎めいているというお話になります。一応言っておくと、僕とこの組織のね、何か関わりみたいなものは一切ありません。これだけですね、インターネットが発達して SNS が広がっていくと、謎が謎であるということ自体にね、価値があるのかなと。ある意味ですね、現代の透明性至上主義みたいなものに対するカウンターカルチャーみたいな新しい流れみたいなね、そういうアングラカルチャーみたいなものに興味ある方にとっては非常に面白いお話なのかなと思います。先日僕の元にとある DM が届きまして、東京でたくさんこのマークが見かけられるってたくさんの人がツイートしてました。そして、これにね、ツイッターのスクリーンショットが送られてきました。そこから出てきたのが、このアカウント名でもあり、その組織の名前であるノンフェイスというね、組織の名前が出てきました。直訳でノンフェイスとは無信仰です。このアカウントを見ていただければわかる通り、非常にね、不気味な雰囲気で謎めいた感じのアカウントになっております。このアカウントが作られたのが2017年の7月ということで、1年くらい前ですね。で、それとね、おそらく同時に、一つ目のツイートがされていまして、Please abandon all of your faith と書かれております。あなたのすべての信仰を捨ててくださいという意味です。それと一緒に一本の動画が上がってまして、すでに5万回ほど僕が見た時は再生されてたんですけど、カラスの鳴き声が後ろで鳴っていて、地面にこの組織のシンボルマークが描かれているという動画ですね。そして左下の方の時間を見てみると、1999年8月31日の PM6 時58分と、なっているっていうね、動画で、ここからね、始まっているんですけども、このアカウントのツイートをですね、遡ってみると、非常に面白いんですよね。一つ目、こちらですね、朝日新聞デジタルの、何らかの事件の記事なんですけども、この記事の中のなんか写真の中でね、神奈川県警の人が写っている、その横にね、このノンフェイスのシンボルマークがね、書かれていると、扉に書かれているっていうところで、この事件とね、何かこの組織が関係しているのではないか、みたいなのを匂わせていると。次にこちらですね、東京都交通局と、実際あるアカウントの、ツイートが貼られていて、これもよく見てみると、右上の方にね、ノンフェイスのマークが、なんか、電光掲示板みたいなところに映っていて、文字もね、なんかツイートの文字も若干変な感じになっているのがね、見てわかるんじゃないかと思います。で、次にこちら、なんかテレビのニュースみたいな画面なんですけども、都内女子高生授業中に突然死っていうね、なんか衝撃的なニュースの見出しみたいなのがあって、その女子高生が持っていたであろうスマートフォンの画面には、先ほどのこのね、組織のシンボルマークが描かれているというところでね、非常に意味深なね、感じなんじゃないかなとね、思うんですよね。このようにですね、僕らの知らない間でこの組織がですね、なんかこういろんな場所で顔を出しているのではないかというふうに、思うと思うんですけども、ちょっと奇妙なことに、今紹介したこれらの事件は全て存在していません。僕も最初見た時、さすがにこうスマホを見てね、女子高生が発狂して死んだなんていうね、ニュースがあったら、知ってるはずなんだけどな、みたいな感じで、ちょっとね、調べてみたんですけども、出てきたのはアメリカのね、なんか男子高校生がエナジードリンクを飲みすぎて死ぬみたいな、ちょっとね、おバカニュースみたいなものしか出てこなかったんですけども、いろんな人の、ツイートを見てみると、この、ノンフェイスを追いかけているツイッターアカウントもありまして、考察しているアカウントもあったり、実際に都内のどこかにはこのノンフェイスの、ステッカーみたいなものが、いろんな場所にも貼られているみたいなツイートが出てきたりだとか、あとですね、本当にちゃんとしたウェブサイトまであるんですよね。で、このウェブサイトっていうのを見てもらえれば、非常にね、また気味が悪いんですけども、このサイトではなんかいろいろグッズみたいなものが販売されているんですけども、このグッズっていうのは非常に、怖いやつで、謎のビデオテープが125万円で売ってます。で、これスナフフィルムというふうに書かれています。スナフフィルムとは何かというと、殺人している人を殺している様子を録画したビデオのことを
よくスナフフィルムというふうに言いまして、まあ、世界中にはそういうのを見てね興奮する人っていうのがたくさんいますので、一応ね裏では流通実際にしているものです。他にはどんなものが売っているかと言いますと、まあ、謎の石板が521万円で販売しております。なんで521万円なんでしょうか。まあ、こう見るとね、まあ、一見なんか怪しい、まあ、ビジネスなんじゃないかみたいな風にも見えてくるんですけど、間違いなくこれらは実際には売ってないはずです。これはなんか非合法的なあれになっちゃうので実際には売っていないので、まあ、一つの演出だと、まあ、思ってもらえればと思うんですけども、他にも無信仰の手引きみたいなのも17万2000円で売っていて、他のに比べたらまあ安いかなみたいな、安くないかみたいな感じなんですけども、まあ、本当に売っている商品っていうのもあって、まあ、これですよね、 T シャツなんかを普通に売ってまして、まあ、これは普通の値段で売っているので、実際素材とかねどんなものかとか書かれてないのでわかんないんですけども、まあ、僕もねちょっと興味あるので買ってみようかなぐらいにはちょっと思っております。でさらにですね、まあ、ここからねつい昨日かな、昨日と今日のお話になるんですけども、このノンフェイスがセミナーを都内で開いたんですよね。もともとこれらが、まあ、噂ではね新興宗教団体なんじゃないかとかね、まあ、何かのこう宣伝なんじゃないかっていういろんな噂っていうのは、まあ、少しねこう立っていたっていうこともあって、たくさんの方がね興味ある方はこちらに訪れているみたいで、まあ、行った人のツイッターを見た限りではなんか入るときに、まあ、ビルの中にあるらしいんですけど携帯が没収されてしまって、で中に行くとなんか仮面をかぶった人たちが、まあ、いるとかで、なんか黒板にねなんか辛いことを書けとか言われるみたいで、で最後帰るときに何かしらのカードみたいなものをもらえるみたいなことが書かれていたということで、でもかなり出てくる情報が少ないことからもかなり秘密主義を貫いているのではないかと思います。では彼らは何の目的でこんなことをね手の込んだことをやっているのかということについて調べてみた限りですね、まあ、いろんな説が出てきたのでご紹介しようと思います。まず一つがですね、アイドルの宣伝目的なのではないかという説。このねアカウントを見ていただければわかるんですけど、ちょいちょい美少女というか美女がね映ってるんですよ。パッと見でもアイドルとかモデルの活動をされてる方ってこうなんとなくこう雰囲気で分かったりするものだと思いますが、見た感じそういうねなんかお仕事でされている人の雰囲気みたいなのを感じたので、ある意味現代のいろんな種類のアイドルが出てくる中での、まあ、一つのこういうアイドルのあり方みたいな、そういう手法なのかもしれません。面白いツイートされてる方がいたんですけども、アイドルっていう言葉自体がもともと偶像っていう意味があって、アイドルというね言葉の語源には神を崇拝するのにかなり近い要素っていうのがあるという意味ではこの可能性はあり得るのかなみたいな感じですね。まあ、2つ目の説はですね、まあ、信仰宗教説。これはですね、まあ、かなり、まあ、ストレートに単純に今怪しいよねって、怪しいイコール信仰宗教じゃねみたいな、まあ、そんな感じだと思うんですけど、まあ、今流行りの自己啓発系セミナーとか、あと海外とかだとね最近こう元 Google の社員が AI を信仰する神として崇める宗教みたいなのもあるぐらいなので、まあそういうちょっとね尖った思想を持った人たちの団体みたいなのもあっても、ね、不思議ではないのかなみたいな感じの説もあります。次にこれは僕が最初にね、まあ、パッと見て思ったことなんですけども、海外の、グラフィティアーティストに、まあ、バンクシーという方が、皆さんもねご存知だと思うんですけど、このバンクシーの魅力の、まあ、一つというのは匿名性というものがあります。長らくの間ですね、バンクシーという年齢も性別もわからない人物がロンドンの街角にねスプレーでとんでもないメッセージ性の強い絵を描いていくということがかなりねこう魅力の一つなんですよね、バンクシーの。他にも最近だとサマソニーに出ていたマシュメロなんかもね、最初こうなんか被り物をしているから中に誰が入ってるかわかんないけど、とにかく誰だかわからないけどもめちゃめちゃイケてDJ がいるぞみたいな感じで話題になったり、あとはハッカー集団のアノニマスなんかも誰だかわからないっていうところに何かこう神秘性みたいなのが出てくるということがあると思うので、そういうかっこよさを狙ったアート集団なのではないかというふうに僕は最初に思いました。まあ、とかなんとか言いつつ、実は僕はもうちょっとねこの先を知っているんですよね。というのもたまたまね最初に見た時にあれと思ったら本当にそうだったみたいな感じで、たまたま分かっちゃったみたいな感じなんですけども、謎がね謎であることの価値っていうのを大事にしたいのでね、まあこれ以上はね言うと野暮かなという感じなんで、この辺にしておこうかなと思います。皆さんも興味がある方はぜひね、このチャンネルを見てる方はちょっと興味あるんじゃないかなと思うので、ぜひ調べてみてください。ということでここからはですね、まあ、ちょっと僕の雑談の話にはなってくるんですけど、なんか現代ってこう SNS とかを通して何でもこう大っぴらに、まあ、していくことがいい
いっていう時代だと思うんですけど、まあ、そういう時代にあえてそこに行かないとわからないとか、簡単に調べて知った気になるのも面白くないから、あえて知らないでおこうというふうに我慢できるっていうことがですね、今後の何かを楽しむためには必須な能力なのかなと思っていて、なんか人の中には何らかの裏切られたい願望っていうのがあるような気がするんですよね。例えば僕がこれからおすすめのどんでん返し映画を5つ紹介しますって言った中で、まあ、1個だけね、あえてどんでん返さない映画をね、その中に混ぜたとします。そしてもしそれをね見てくれた方がいたとしたら、多分びっくりすると思うんですよ。終わっちゃったけど、何これみたいになると思うんですけど、その時に騙されたって言って怒るのか、やられたって言って笑うのかっていうところですよね。そこの差で今後の未来のその遊びの質みたいなものは変わってくるのかななんて思ったりもしまして、都市伝説っていうのもかなりこう YouTube を通して多くの方にこう知られるようになって、ある意味成熟してきた中で、という今だからこそ何かねまた違った楽しみ方もあるのではないかと思いました。ということでね、今回はこの辺にさせていただきます。もしこういうお話が好きな方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。